ジュンコ, room? コの部屋へようこそ私は国際交流推進国の西田純子ですこの番組は大島に住む外国の方々や 大島の方で海外に住んだ経験のある方にインタビューをし海外生活が彼らの人生にどのような影響を与えたのかなどを聞いていく番組です今日はカンボジア出身のリム・ピセイさんにお越しいただきましたリム・ピセイと言いますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、ピセイさんは 道の駅のチャレンジショップでオークンというカンボジア料理のお店を営んでいらっしゃいます私もカンボジア料理とっても大好きになりましたありがとうございますおいしいです今日はあのカンボジアの故郷のお話や まあ、なんで日本に来ることになったのか。ええ、そして、ま,また、大島になんで移住することになったのか。ええ、などのお話をゆっくり聞かせていただければと思っています。はい。どうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。はい、リムさんとピセイさん、どっちをお呼びするのがいいかなっていつも、まえっとま、迷う。あ、うん、ピセイ。ピセと呼んでください。<ー>私の名前の方ですよね。うん、セブンの名前はね、リム。うん。うんうん ピセイと言いますけれども、ピセイピセイと呼んでください。ピセイさん。はい。あのリムは苗字。うん。ピセイはもらった名前ですね。うんうんうん。でもあのカンボジアの習慣と日本と違って、はいあのカンボジアではリムは呼びません。苗字は。苗字は皆さん呼ばない。呼ばない。呼ばならいけません。呼んだらいけない。失礼です。失礼失礼です。はい。カンボジアでは。はいカンボジアでははカンボジアでは日本は。 苗字の方が丁寧な感じがしますよね。それはななんで失礼になるん。ええとですね、あのそのリムという苗字はうん、うん、私の父のお父さんの名前です。うん、ああ、えー、おじおじい様の、はい、おじいさんの名前ですね。はいはい、でまたばその苗字がずっと変わっていくんで、はいリンは私のおじいちゃん。 私のことだったらリムは私のじいちゃんの名前ピセイは私と私と例えば今の時代はピセイと皆さんと一緒にですよでもリムは私のおじいちゃんはもう関係ないもう彼はもう時代が違うでも皆さんが例えば怒ったりとかリムとか言ったりとか 怒ってでも私ぐらいでいいんですよ。ピセイと言ったらそれは認めます。同じ時代じゃけ。でもなんでリムという。私のおじいちゃんは関係ないじゃん。私も大切です。そのおじいちゃんがいるから私がいるんですよ。うんうんうん。なるそのおかげでね。だから自分がいるということで何かあったらまあ自分と相手相手のあのその同じ時代で話し合いでいいんじゃないの。なんで私のおじいちゃんが。じゃあピセイさんはまあカンボジアご出身ですけど。ええ。 ふるさと育った、あのところっていうのはどんなところ。だったかえっとですね、私が。住んでいたところは、えっと、カンポンチャンケンですね。カンポンチャンケン。はい。でも、その頃はカンポンチャンケンですけども、今はちょっとどんどん変わっていくんですけどもね。今はやっぱり時代がちょっと変わった。カンポンチャンケンの、えっとね。えっと、ゼロ五。ゼロ五村です。あ。ゼロ五という村です。番号がついて。 そう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 ゼロ五ドゥジュムですなるほどえどどんな場所ですかえっとですねあのまあ小さい村ですけれども結構そのき言ったようにあのジャングル村みたいなところでそのジャングルってじゃどんなのジャングルどんなジャングルあのゴム抜きゴム抜きえいやそこはゴム抜きゴムの原料になる。 そう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 、ゴム、言語なる木を育てるところですね。そうそう。プランテーションみたいな。そうそう、それそれ、その言葉言いたかった、プランテーション、それ。うん、その言葉はね。じゃあ、もう。家の周りにゴムの木だらけ。そうそう、もう、その、本当に、その、田舎行くように、もう、道だけあって、あと、周りは。その、ゴムの木が。そうそうそう、入っていくみたいな感じですね。涼しいというか、まあ、暑いよりも。本当は、寒い、暑いって、良い目地なんですけれども。その、ゴムの木のおかげで。 結構ちょっと涼しいみたいな。感じですね緑が。そうそうそう、緑が多いですね。そうなんです。どういうような、あの子供時代という。かえっとですね。まあ、私の頃はですね、その時代は。もうとても。良かったです。うん、楽しかったです。うん、ちょっと、あの、貧しいなところなんですけれども。い、あ、または楽しいところもたくさんありました。私なんかも、もちろん、あの、まあ、朝。学校行って。 それからまあ11時ですね11時戻っててえっとご飯家族と一緒にご飯ん家に帰って給食とかがないそうそうそう給食がないです家を帰ってご飯を食べてそれからまあじっくり休んでそれからまた学校は2時からあいいですねまあそれでまたあの2回目学校行くよねまあ大人もそれぞれそうやけどもあとまあ大体 上時から2時から上時から5時までくらいかな。5時ぐらいまで。それからまあそれぞれに子供も学校から帰ってて、大人も仕事終わってて、えっと自分で運ぶ。ああ水道ね移動移動に行って水を取って家まで家はそれぞれの家はどんな家でもタンクが置いてあります。タンクタンク用の水。なるほどなるほど。置いてあります。ですから私も その中のストーリー水を運ぶストレス嫌です学校が終わって。ああ終わって、うん、<laughs> 大変。仕事ですね。そう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 <ー>でそれをね水もう大人はもちろんそうですけど、うん、大人はそれぞれの家で、うん、で私ももう1キロぐらいよねの距離でずっと歩き1キロぐらいの距離を水を持って。うんうん、あのまあ自分バ,バケツ家から持,てて持ってって移動。 水まで行って、で、はくんで、で、それから家に持って帰って、入れて、また。もう一回行って。そうか、それをじゃあ、何回も。そうそうそう、何回もですから。正直たら、面倒くさいです。毎日。毎日。うん、水、やっぱり水が必要なので。楽しいことはこれからです。あ、そうなん。楽しいこと。はこれからです。そうなんです。あの、もう、もちろんですね。あの。まあ。 ご飯をご飯を食べてからご飯食べた後そそそううう、水を運んでそれからみんなでそれぞれご飯を食べてそれからもう数時間です遊びが3つありますねその三3つでそれれぞ好きな人があって例えばあの、ボレーボール好きな人はボレーボールやる人ボレーボールねで、サッカー好きな人はサッカー集まって集まったりとかですね ええ、まあ、大体、この中で、私はサッカーの方が好きです。サッカーですね。サッカーうん、で、その時も。サッカーやるのに、やっぱり、あの、ボールが必要よ、ねボール。まあ、もちろんね、うん。基本的なボールがなくて。あの、ゴミ。ゴミ。うん、ゴミ拾って、例えば、あの。捨てた袋とか、袋とか、いろんな、あの。 例えば、あの葉っぱとか、葉っぱとかを持って袋の中に入れたり。そう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 、袋の中に入れ、で、形を作って、あと紐を巻く。五、ボールにするってこと。そうそうそう、ボールにするんですよ。大人、子供も関係ない。うん。で、でも、もちろん靴はない。靴は。ない。裸足で。裸足で。うん。半ズボン履いて。そう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 、上もない。ない。ない。

あの光になるよね、明るくなって、うん、でそれからその火の周りに皆、うん、が順番に並んで,、うんうん、でそれからその中であの太鼓が上手な人<ー>選んでまあ選んでというか<ー>まあ大体決まってる,ってるその上手な人がじゃあそのじゃあ太鼓でどんなものを使うというのはバケツです。の水運んでいいバケツ。うん <laughs> だかあの店水をもう入れたじゃんタンクに入れ,たか入れたからそのバケツをねもう並んで太鼓みたいにであとあの自然にあの歌手じゃないけど誰でも歌ってもいいからで週間の歌を歌ってでそのあの起こしたえと日の歌を歌って。 明かりの周りの皆さんが踊ってる。あ<ー>うん。叩いて、歌って、って踊る。踊るピエールさんは、はい？私も踊る方。踊る方。はい、<ー>踊る方です。踊り手ですか、ね。踊る方です。はい それは本当に近所ののの人人はな村村遠いいそそれれぞところでででじゃあ本本当当全体家家族族みたすすかうねねに気楽というかもう気を遣わずにお互いに仲間みたいな仲良くするというか。 て、まあここは話したいんですけどもその田舎ってね私の田舎まあ、た違う田舎もそうなんですけども私は7人兄弟です7人兄弟で、ね皆さんもああ多い思うんですよねでも向こうは当たり前ですから今は自分も子れもなんだっけえもう3人とって来月はもうストーリーが来るんですけどもまだまだです僕のきょだは7人です まだ頑張りますまだだって7年な当たり前だもんそうかそうか3人だったら少ないねっていうまあでも3人とはうん話にならないしねじゃあ子供の声が常にするようなそうやねところなんですねまあでもまあいい意味と言ったらまあその 子供が多いとにぎやかよね、うんうん、その村もにぎやかだし、ねうんうん、あとはあの,あの何だっけ兄弟の仲がいい助け合いとか特にお兄さんお姉さんとか弟妹とか、うん、みんなはもう助け合いなんですよね、うん、こういう愛っていうのがもうすごくやっぱり何と、うん、しんですかね多いということは思い出もいっぱいあるわけよねそれぞれですからまあ残してて、うんまあ、もちろん私も7年兄弟で。うん 一人お兄さんが亡くなったんですけども今は6年ずねまあ仲がいいです今もであとは母が亡くなってたら面倒見てくれたのはお兄さん亡くなったお兄さんねお母さん10歳の時に私10歳十歳私10歳の時に母が40歳亡くなったんですねまだ若いそうなんですよ40歳私今の年ですうでね私のん。 40歳ですよ。今はママと同じ年ですよ。聞いてくれてますよ。ママが見てます。今。そうそう。で母が亡くなって、家族を面倒見てくれたのはこの方です。この方は上から2番目。のお兄さん。お兄さん。で、長男もいるんですけども、一緒におてくれなかった。お兄さんがね。で、お兄さんも。あの。お父様は 父も追っていってなかたですからもうその六人兄弟がもう、うん、一緒にそうそう,そうでお兄さんも確か学校もあるのに、うん、まだあの何だっけえっとまだ高校ぐらいかな高校、ね、で2番目のお姉さん、うん、ああ見えないなこれ、うん、これねこのお兄さんの次は、うん このお姉さんなんんですよ。このお姉さんはお母さんの代わりです。このお兄さんは父の代わりです。んうん、育ててくれたんですね。で、このお姉さんも私たちを面倒見てくれるために学校に行かれなかった。うんで、それでそじゃあ生活どうするのとんなると、ね、バナナの家の横にね、バナナの畑をお兄さんが作ったんですよ。うんそうそうそう。うで、そのバナナも作って、まああとはこういう。 に入ってくるあの商売人とかまとめてバナナ買って多分日本とか売ったりとかわからんけど,ど,どその頃はね海外出したりとかあってあ,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 であとは、まあ、お姉さんが売れない時、うん、バナナが売れない時は、うん、こういうのがない時はいやどうするっていうのは、うん、あのそのできている売れているバナナを沸、うん、いているおうじの中にバナナ入れてで蒸す。あの

ゴムの種かうん種を拾ってあとは売ったりとかもう一つはあのゴムの木ってのりがあるんですよねそののりはまあいろんなゴムとかそういうのた後に残りがあるんですよでそれも私もそれを森に入ってでそれを取ったりとかただ本当に命かかることもあります命かかりますのもあります 本当にが多いですすドッのが多いでで私も朝の3時朝もう暗い暗いの3時ですもう履いたりとかその森の履いてそのゴムのゴムのを取ったりとかおを掘ったりでそれを売るでお金をもらったらお姉さんにご飯作ってくれたりとかですねそういうふうにしてお兄さんとお姉さん <で>お母さんとお父さんが割りにして、うん、みんなで協力しながら、うん、そう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 でそれからあのお兄さんがまあ高校を卒業して街に出たんですよ、うん、その田舎からね街、うん、に出てであとはまたあの仕事が見つけたんですねうん、うん、でその仕事を見つけてでもうこのお兄さんも言ってくれたんですけどねもう私たちが 大人までならないと彼は結婚はしません約束してくれたんですよこのお兄さんがでそれでお兄さんがもう街出ちゃって仕事はしちょるけで毎月毎月給料が出るよね給料今度はちゃんと給料もらっててでももらうとしてもまあそこまでお金持ちというわけじゃないですけどもで毎月待ってるわけなんですよお兄さんがお金送ってくれてはでじゃあ送れる時もあるよね で、本当にもももお米もないくらい時もあります、うん、ご飯がない時もあります。うん、じゃあ私たちもじゃあどんな食べ物を食べるかってそれになるとね食べ物は大体ご飯とあとはバナナの木のバナナの関係のものを食べます。うん、例えばバナナ料理バナナ,とバナナって木があるんですよ。その木というのをですねあれを料理をするの、うん、で、あとはバナナなる前の。 花みたいな、そういうものもですね。で、バナナのあのまだ生の。やつもう、てが緑の時のそれも料理。ですから、もう、もう、朝、昼、晩、ババナナ、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 バナナナ、バ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 ナナナ、バナナナ、バナナ、バナナナ、バナナナ、バナナ、バナ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 ナナナ、バナナ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 ナナナナ、バナナナナナ、バナナナナナナ、バナナナナナナ、バナナナナナ、バナナナナナ、バナ 一番最低時時はもう米がない時とかですねうん、うん、まあでもその時もさっき言ったようにあの近所はね仲がいいけもう村の皆さんが仲がいいけ助けてくれるよねただまあ助けてくれるってこっちも言わないと向こうも助けてくれないよねでまあ本当に皆さんもそこまであのですね金持ちではないしで私の私のお姉さんも気を使う気を使う人だしで本当にう人だし ください貸してくださいもうなかなか言えないよねで自分もすごく言いづらいでじゃあこのままだったら、うん、下見ると、うん、私、うん、あの私のお姉さん次々のお姉さんとか妹弟とかはねみ、うんなは死んでしまう、うん、そんなじゃあ話がしてたらそれをもう消してうん、うん、それでもじゃあお米借りに。 行くというお姉さんがね、で、それも私みたいに、結構行く前に、で、お姉さんが。その人の米を借りる時も。すごくパーッといて、グ。ください、行てくださいって言うんじゃないんですよ。うんうん、あ、今日は美味しそうですね、多分、うん、<laughs> その近所の家が。ご飯を食べる時よね。うん,うん、うん。あー、今日はどんな料理やりますか、うんうん、とか、あ、じゃね。あ、美味しそうですね、とか、こう。なんか、こう。うまい雰囲気を起こして。うんうんうん で、最高かな、うん、ちょっと実は今日米がないですけども、うん、かあの借りてもいいですかとかはですねで皆さんが貸してくれたり、うん、でそういうのを見ちゃったからうん、うん、自分もねでそれもお姉さんはじゃあそのどんななんか嫌なことあっても辛いことあってもでもそんなのは借りるものとか嫌な顔とか貸してくれるんじゃうん、うん、それでも,もう自分がその 辛いな思いがあってもでもいつまでも笑顔を、うん、素敵な笑顔をあの、うん、笑顔でずっと、ね、うんいたんですねお姉さんねごめんなさいいい、ね、大丈夫 <laughs> 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 すいませんですからなんかこういう恩はいつまでもあの忘れないですねうん、うん、そういうのがねだから自分が今までおるってことは当たり前じゃないなと思いますね、うんうん、あんだけお兄さんお姉さんがすごく頑張ってくれたよと、うん、それは当たり前じゃないよ、うん、だから自分もそういういのを見て だからお兄さんお姉さんみたいになりたい、うん、困ってる人たちとかをね助けてあげたい力になってあげたいっていうのがあるんですね、うん、まあですからお兄さんお姉さんの弟としてとても良かったと思う、うん、今の自分が今の、ね、なんかこうちょっと映画をできたりとか、うん、まあそれはお兄さんお姉さんのおかげじゃないかなとどんなことがあっても あいつもですからそのおかかげじゃないかないいと思いますねさて今回はピセイさんの今を形作る幼少期の話やカンボジアでのお話をたくさん聞くことができましたさてこの続きは来週へピセイさんが日本に来るきっかけなど盛りだくさんのお話をたくさん聞こうと思いますお楽しみに